はじめまして、今年で24回目になります。もうじき、四半世紀ということで、お正月のすっかりこう年中行事として定着をしてまい、りました。この浜離宮恩賜庭園でございますけれども、もともと江戸時代に徳川将軍家のお狩り場、鷹狩りの場所として、活用されていたところでございまして、明治の時代に入りましても、宮内省がここの浜離宮の中に、鷹匠を住まわせまして、この法要術の伝統を守るということで、永遠とこの伝統をつなぎ止める、そういうようなことが行われてきた場所でございまして、このお正月にこの法要術をこうお披露できるということも、大変に私どもとしてはこの公園との結びつきというものを大事にしていきたいというふうに思っているところでございます。この法要術のご披露でございますけれども、先ほどこちらで合気道の道場長ということで演技をなされました小野寺さんが理事長されております。東京臨海地域開発研究会の絶大なご協力のもとで毎年実施をしているところでございます。今年もですね、あちらにあります電通ビルの上に鷹が あそこから舞い降りてくるということで、用意をしておりますので、どうぞ本日一日、またのこの園内いろいろな楽しみもご用意しておりますので、一日ごゆるりとお楽しみをいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。それでは本日のご来賓をご紹介いたします。中央区長矢田秀夫様でございます。おめでとうございます。ご紹介いただきました地元の中央区長矢田義秀でございますね。法要術の大会、24回目ということでね、大変素晴らしいですね。18代目もおられますけれども、ね、プレニーももうリハーサルやってね、まくったということで、あります。まあ法要術、日本の伝統文化でありますからね、今日は外国のお客さんもね、大勢お見えになって、大変こうしてね、素晴らしい、ね、お正月をみんなで、祝賀できるということを大変嬉しく存じるところであります。もう街がね、どん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 良くなるように、4年後には何て言ってもオリンピック、パラリンピックがこの東京にやってくるわけですからね、そこへ向かって、その先を見据えてね、私たち素晴らしい街を作り上げてまいりたい、と思います。ご来会皆様方のご健勝ご多幸ご活躍、心からご記念申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。区長さん、ありがとうございました。それではちょっと先ほどの続きでございますが、ご挨拶させていただきます。24回になりましたこの浜離宮庭園の法要術、大変に好転に恵まれました。それから大勢の方に来ていただきまして、本当に本当にありがとうございます。東京都公園協会の理事長様、お忙しい中またご挨拶もいただき、また、ご参加いただいて嬉しく思います。なんとですね、ここは中央区、こちらは港区なんですけど、この浜離宮は中央区でございます。その中央区の区長、第1回目からずっと出てきていただいてまして、私ももう
30年来の大親しくさせていただいております。東京オリンピック、そしてパラリンピックがこの中央区にはですね、選手村がこの先にできます。そんなこともあって区長大変お忙しいこれからの公務だと思いますけれども、この年頭の第1回目の多分挨拶じゃないでしょうかね、きっと。今年お忙しい中の第1回目のご挨拶いただきました。それから皆さんにはですね、一富士二鷹三茄子という縁起物のこの鷹のですね、舞をお正月、見ていただくわけですけども、なんつってもメインイベントは右にあります電通本社の最上階からですね、鷹が飛来して、下にいる白い鳩をめがけて、降りてくるわけですけども、このスピードたるや大変なスピードであるということと、ここの浜離宮にですね、野生のカラスが、何百頭おります。から野生のタカもいます、ハヤブサもいます。そういうそのここにいるいわゆる住人とですね、住人といいますか、住んでる野生のものと空中戦がございますので、これがまた首が痛くなるぐらい、上を見てなきゃいけないので、ね、大変ですけども、うまく成功することを祈っております。午後はありませんので、本当に午前中この1回だけですので、ここにいる皆様はですね、大変に幸運な方だと思います。どうぞしっかりとカメラに収めていただければと思います。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。矢田区長、動かない印象ありがとうございました。それではこれより実演をお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。これより諏訪流法要術実演会を開催させていただきます。新年明けましておめでとうございます。本日は新春恒例となりました法要術実演会にお越しくださり誠にありがとうございます。こちらの浜離宮御師庭園は江戸時代から東京に伝えられる唯一のお墓場として国の特別名勝及び史跡として保存されています。江戸時代は徳川将軍家が、明治時代は皇室の方々が同園内で魚釣りや乗馬、そして鷹狩りなどを楽しまれました。現在はお正月に限り特別に伝統文化を伝承するため鷹匠の技の一部を公開しております。皆様には日本の伝統文化である鷹狩りにつきまして、わずかではありますが鷹匠の技をご覧いただき、鷹狩り文化を創造していただければ幸いです。大変長らくお待たせいたしました。実演に先立ち訓練の一つであります輪回りをお見せしております。訓練中、鷹をさまざまな環境に慣らすため、鷹匠は街中や郊外に鷹を据えて出かけます。これを据え回しと言います。その前に一箇所を回りながら、鷹に周辺を見せて、場所と状況に慣れさせる訓練を行います。それがこの輪回りになります。鷹は自分の縄張りの外に出ることを不安に感じる習性があります。このため鷹匠はその感覚を広げて